通のさ、醤油じゃなくて牡蠣醤油がいいっつったじゃん。牡蠣醤油買ってない？いや、普通の醤油買ってたよ。あ、ほんと？じゃあ自分で買えば？いや、別に俺自分で買ってもいいけどさ、もう普通の醤油買っちゃってるから買えないじゃん。日本買えばいいじゃん。いや、それはなんか消費できないじゃん、日本もあったって。いやいや、別に醤油なんか日持ちするよ。でもあとキムチ、うん、俺あの牛角のキムチがいいんだけど。いや、買えばいいじゃん自分で。いや、だって買っちゃってんじゃん。特売のやつあったらそれ買うよ。いや、その結構当たり外れあるから。俺もじゃあ、うん、牛角のキムチがいいの。うんうん、じゃあ自分で買って、自分で買ってさ、トモキ専用ってさ、マジックで書けばいいじゃん。いや、でも他の買っちゃってるからさ。で、特売のがあったんだもん。しょうがないじゃん、うちお金ないんだから。消費できないじゃん、2つもあったって。お金ないんだからさ、安いものあって買うじゃん、収入。何それ、何その収入。いやいや、だからさ、それさ、そういう風にさ責められたからさ、そういう風に言っちゃっただけじゃん。そのだ、俺が収入低いってことでしょ。低いとかじゃなくて、実際問題さ、そんなにさお金はないわけじゃん。だから安い気持ちがあったらそれ買うよ。もっと頑張ってさ、そうお金稼いで自分で買ったらいいじゃん。別に頑張って何で頑張ってるよ。頑張ってるけど、なんかそういうなんかかき醤油とか高い気持ちとか要求してくるんだったら、なんかもうちょっとプラスアルファかなって思っただけ。あの、そういうの言われるの一番嫌だ。で、それは別に私で言いたくないけど、なんか言わせようとしたじゃん。頑張ってない、頑張ってない、言ってない、言ってない。マジで嫌なんだけど、そういうの言われる。いや、だって同棲してんだからさ、私たちのお金をさうまく使っていかなきゃいけないじゃん。いや、別にその贅沢してないから、ね、ちょっと今さ飲みすぎたから水で薄めてんの。邪魔しないで、変なこと言って。どういうこと？いや、なんつまんない飲み会ってさ、進むから、お酒が。いや、別に一緒で、俺だって同じ飲み会に行ってたんだから、まあ、いや、でもさ、今さらさ、あんな高校の同窓会みたいなことするとかさ、すごいよね。そんな絆あったって感じするよね。いや、まあなんか会いたくなんでしょう、30代とかになると。ほぼ自慢だけどね。マジでそう。うん、なんかさ、ゆかにさ、ゆかなんか新築のマンション買ったのかなって、なんかホームパーティー誘われて、でなんか一緒に友樹くんもって言われて、まあ、一応うんって言っちゃった。いや、やめてやめてやめて、もう絶対行かないから。いや、でもなんかさ、一応共通の知人だからさ。いや、無理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 。なんか一人行かなかったら、うちらがめっちゃさ仲悪いか、友樹がめっちゃ渋ってるっていうのバレちゃうよ。いや、だってで、どうせ自慢するだけじゃん。そうだよ、自慢するだけだよ。どうせあれでしょ、そのみんな結婚しててでしょ、ちゃんとなんかいいとこ働いてますみたいな感じなんでしょ。まあでも結婚してない人たちからは私たちのことも羨ましがられてるけどね。何が？そういう立場でも長く付き合っててすごいねって。別に珍しいだけでしょ、その高校から付き合ってる人たちが。まあそうなんだけどね、私もだからそう言うよ、それだけだからって。別にそんなないよって。いい、無理、行きたくない、断っといて。いや、それ自分で断って LINE 知ってんでしょ。いや、だって変じゃん、別になんか俺に連絡来てないのに俺行きませんっていうのは変だから。うわ、親のこと思い出した。竹中くんつまんなかったな、ずっと。うん、わかるわ。あんたもそう思ってたの？マジでみんながあいつの話で笑ってる意味が分かんなかった。いや、なんかみんなさ全員お腹抱えて笑ってたからさ、私どうすればいいのか分かんなくて。あの竹中くんの特にあの自転車の話、本当にわきついな。なんかテレビで芸人さんが喋ってるなんかエピソードに似たやつあったしなみたいな、もうほっぺピク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 って私終わらせてるからさ、なんか許せなくてピクピクピクってなっちゃって。いや、俺も両目ピク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 ピ
や、なんかあいつ、あれしょ、今すごい大出世というかさ、ああ、ね、噂てね。かまあなんか、その起業してんだよね。で、それが成功してみたいな。だみんななんか、なんかあんじゃないかと思って。あ、それで笑ってたの？いや、まあ多分そういう感じだと思う。ねえ、なんかそう言ってよ、あのタイミングでさ、耳打ちでも言うからさ、私、本当に私一人だけさ、おかしいのかなって思ったよ。怖かったよ。言えないって。だってあんなみんな笑ってんのにさ、なんか「いやお前面白くねえよ」とか言って、だってさ、嘘じゃん。坂道でさ、こうやってパーってさ、降りてってさ、気がついたらさ、あの全部なくなってて、あの、カゴと持つところしかなくなってたとか絶さ、対嘘だからねどういって。う物理的に意状況？味が分かんないかも。 いや、あれ、やばいって、あれでなんか笑ってんの。いやもうダメ、あいつはもう裸の王様だわ今。じゃあさ、あの、綾香がさ、あの変顔しうん、たああ、分りかるし、わ。あ僕のノは、リさ、やばかったよやね。ばい、やばかった。やっぱり、思ってた。思ってた。ちょっと言ってよ、あれもやばかったよ。いやいや、じゃあ、それだって、そこで、なんか俺たちがさ、やばいとか言ったら、二人、やっぱ、付き合ってるから、仲いいね、みたいな言われたらだるいじゃん。親子 関係で言うと、その、なんかちっちゃい声でその早稲田がどうのこうのみたいなこと言われた時に「敬語ね」ってちっちゃい声で言ってたに聞こえてた。 なんかそこわなんか嫌かるな、嫌なんわ、だみたいな。わかるわ。敬 語ねって言ってて、敬 語ねって、けおねって言えたの。けお敬 語ね。ね、敬語ねってわちっちかるゃい声わ。でさ、何わ回かかる言ってたんわ。だよ。わかる気づいわ。た？あ気づいれ、た。複数回言ってたの？俺数えてたけど、7言ってね、た。そうだよけね。おね。けおね。なんか、他の大学で間違えられるの嫌なんだな、みたいな。いや、そう、プライドあるんだろうね、多どっちもすごいけどね。分。いや、だから、その早慶の人はあるらしいけどね、その絶対そっちじゃない。いなるほどや、ね。どっちもいいけどね。一番どうでもよかったの、石黒のすね毛が白髪っていう話らしくかったよね。すね毛から白髪。さあ、もう話すのがもうおじいちゃんテーマすぎてずっとやばかったよね。いや、まだそういう年齢じゃないかもうなんかさ、もうそうさ、ゲートボールの話題出てくるんじゃないのかなって思って、それなんか笑俺、わせ方がじいさんすぎて。まさにそのゲートボールかよって言いそうになったもんだって。あったね、そのタイミング。なんか久しぶりだね。いや、なんか二人で喋ってて笑ったのっていうか、そうね。恥ずかしいね、なんか。何が？いやいやいや、なんかそんなさ、こういう感じで喋るの、ね、久々っていうか。まあでも前はずっとまあこういう感じだったけどね。疲れてたんじゃないですか？疲れてるんだよ。疲れてるんだよね。旅行とか行く？いや、その前に今日もネトフリとか見よう。コーラ飲んで、ピザ撮る？今、今から1時とかだけど。ピザってこの時間行わけかんんの？ない。ウーバーでさ、なんかあるかもしれないじゃん、行けるやつ。いや、申し訳ない。じゃあコンビニでコーラとポップコーン、あと唐揚げとか買おうよ。で、ネットフリ見るの。どう？マイクポップコーン。いいよ。行こう。OK。マイクポップコーン。なんかでっかいやつがいいな。